おはようございます。中学受験メンタルトレーニングコーチの関西美沙です。いつもブログなど読んでいただきありがとうございます。2021年の中学受験っていうのは新型コロナの影響をすごく受けることになるでしょう。それについて今日は解説していきたいと思います。ではこちらの資料をご覧ください。私のプロフィールはご存知の方も多いので、ちょっとね、簡単に説明だけ少しさせていただいて先に進めたいと思うんですけど、今ね、2016年から中学受験ママコーチとして活動を開始しています。そして普段は個人セッションだったりセミナーや勉強会、講座っていうところをやっております。またね、公式プロフィールやブログの方をご覧ください。どうなる中学受験というところで、この新型コロナの影響について今日はお話ししていきたいと思います。まず現在の状況についてですが、緊急事態宣言が昨日安倍総理からも発表がありました通り、5月末まで延長になりました。それに伴う自粛生活の延長ですね。そして学校の方針が各学校によって異なっています。休校期間が延びるのか、ある私立中学校においては、すでに4月の段階で1学期まるまる休校ですと発表があり、オンライン授業もすぐ始めた学校もありますし、対応が遅い学校は、まだオンライン授業が始まってない学校もあるんですね。それによって全然子どもの、ね、学力に差が今だんだん開いてきている状況ですね。そしてこの2020年の教育改革においてもやっぱりなかなか、ね、今進んでない状況になっておりますが、やはりどん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 この、ね、オンライン化っていうところは進んでくるところでしょう。この2021年の中学受験は異例を余儀なくされています。そしてね、塾の対応っていうところも異なってきています。すぐにオンライン授業が始めた塾もあるですが、なかなかやっぱりここが遅いところもあります。で、塾によっては双方向ですね。先生が喋って、子どもも喋って、やはりこう対面のように双方向での授業ができているところと、まあ、テキストだけ送りつけて動画見ておいてねっていうふうに、結局家庭学習、家庭でやってくださいねっていうね、見させる、動画を見させるのも結局親の役割みたいな感じの対応している塾もあります。そして対面でやってる塾っていうのもあるんですね。少人数制の塾だと3密状態にならないようにこう子どもたちのね間隔を空けてで換気をしながら対面で授業をしているっていうところもあったり、そしてまだ異なってくるっていうのはこの右側に書いてある中学受験ママの現状も異なってきています。今まで出勤されているか専業主婦で家庭にいるかだったのがテレワークですね、在宅 OK のママさんがいらっしゃったり、またパパも自宅に、ね、テレワークで自宅にいるいない家庭っていうふうになってきています。今までパパがいなかったのがいるようになって、やっぱ家庭の雰囲気がちょっと良くなってるのと悪くなっちゃうっていうね、ここがやっぱり分かれ道ですね。そして下の子がいるご家庭、ね、今まで幼稚園とか保育園に行っててくれた子が今家にいるっていうので、なかなか昼間子供と向き合って勉強を教えてあげられないとかもあったりねします。そして住む環境、これに応じてもやっぱ教育環境が異なってきています。特にコロナ感染者の多い地域、東京や神奈川、大阪だったり北海道だったりで、やっぱり自粛が厳しい制限が設けられているところと、そうでない地域ではやっぱりここでまた教育格差っていうところが生まれてきています。やっぱり、このね2021年中学受験っていうのは、
新型コロナ第1波が今収まりつつありますが、やはり今言われているのが秋に第2波が来るのではないかと。第3波、ね、それが来ないとも限らず、不測の事態を想定してゆとりを持って組み立てていく必要があるんですね。また今後日本に限らず世界の教育っていうのがオンライン化していくか、オンライン化できるかっていうところで、極めて重要になってきています。またね、今後新型コロナのような、新型コロナが、再流行したりとか、新たな感染症が出ないこと、出ないとも限らないので、このね、もし一回新型コロナが収まってもオンライン化っていうところは残っていくでしょう。また文科省なんですけど、このね、文科省では家庭に指導を、各教育委員会ですね、各教育委員会に通知を送って、教科書に基づく家庭学習を促しているんですね。なのでやはりね、家庭での学力の差、家庭学習の学力の差っていうのがついてきてしまっていたり、また、このね、教育格差ですね、家庭環境の差によって教育の格差ができてしまっていたり、オンラインが進んでいるご家庭と、やはりなかなかオンラインが進まない家庭っていうのはあります。また地域ですね、地域でしっかりオンライン授業が進む学校と、なかなか遅いっていうところも差が出てくるし、オンライン授業に慣れている子と、オンライン授業に慣れていない子の差も出てくるでしょう。そしてさらに、この親子の絆ですね、3つ目に。ここで、やはり、パパもママも家にいて、どうしても、こう、家庭の雰囲気がイライラしてしまって、不安でいっぱいで、悪くなっているご家庭と、そうではなくて、昨日の私のブログにも書いた通り、子供と過ごす時間がたくさん増えて楽しいですと。たくさん会話をしてて、子供の夢とか、子供がやりたいこととか、勉強のこととか、会話する時間が増えて、もう本当に実はテレワークですごく今助かってますと。楽しいですっていうご家庭と。ここでやっぱりね、親子の絆っていうところでも差が開いてきているところなんですね。で、実際に中学受験っていうのは、特に6年生さん、厳しいです。後半になればなるほど、本当にメンタルがやられてくるご家庭もどんどん増えてきてしまいます。ただ、子供一人で中学受験はできません。しっかり親がサポートできるか、できないか、そこでやっぱり分かれ道なんですね。で、ここでしっかりコロナではあるんですけど、自粛生活における親子の絆を深めておくことで、子どもをしっかりメンタル面をサポートできるように、家族がチームとなって、このね、コロナでの中学受験っていうところを乗り切っていきましょう。今置かれている現状について簡単にお話ししますと、これは昨日の東洋経済オンラインで、石田勝則先生の記事です。記事から抜粋させていただきます。まず一つ目、1学年の履修期間が12ヶ月あるうち、2ヶ月またはそれ以上学校の休校が続く可能性が高い。今、4月、5月は学校休校が多いんですが、実際に1学期まるまるオンライン授業です、学校休校ですと発表になっている学校もあったり、また第1波が収まっても、秋ですね、秋に第2波が来たとき、また学校休校になることも懸念されます。そして2つ目、オンライン授業の整備は自治体、学校レベルでもまちまちであり、統一感がなく平等性が欠如している。ここでもやはりね、教育格差が出てきてしまうっていうところが懸念されるところですね。これが来春の入試において大きな、格差状態で受験をせざるを得ないことにもつながってきます。このね、オンライン授業を
の影響を受ける子と受けなかった子、ここでも有利な子、そうでない子に分かれてしまうっていうことが予測できます。そして3つ目、新型コロナウイルスは短期で収束する可能性は低く、長期になる可能性が高いとする感染症の専門家も多いです。やはりね、長期の戦いと見越して、皆さん自身がある程度予測をして、将来予測をして、予測はなかなか難しい時期なことなんですけど、ある程度万が一を想定しておく、でそして危機管理をしておくっていうことがすごく重要になってきます。ではこれからの教育環境、中学受験で想定されることなんですけど、まとめますと3つですね。オンライン化、ここは実際にね、オンライン、コロナが収束しても対面での授業とオンライン、一回システム化されているので、オンライン授業っていうところは同時並行に進むように想定されます。ですので今だけの辛抱ではなくて、もうオンラインに慣れていくっていうことが重要となってきます。また2つ目、教育の質の変化ですね。やはり思考力を求められる教育に2020年教育改革はね、なってきています。中堅校以下の私立中学でもどんどん、今までは暗記物だったものがどんどんこの思考力を高めるような入試形態に変わってきています。アクティブラーニング形式の入試だったり、ポテンシャル入試だったり、自分で考えて自分の言葉で相手に伝える力っていうところですね。それを、まあ、一方的な動画垂れ流しのね、オンライン授業では難しいわけですよ。やっぱりね、双方向の会話しながら子どもの、思考力を養うっていうところは会話から生まれてくるものなので、一方的にテキストだけやるではなくって、はい、親とか先生がいかにサポートできるかが、この教育の質が問われるところですね。そして3つ目、受験の変化が想定されます。万が一ですね、来年の9月入学式、1学期のスタートが9月になる可能性がちょっと出てきています。おそらく今年はないでしょうっていうふうにね、ネットでは言われてるんですけど、石田先生も言われてるんですけど、あるとすればおそらくね、来年の9月がいいんではないかと。もしそうなってくると、受験の日程が変わる可能性が出てきています。いつも2月です。でした。1月2月ってね、インフルエンザも流行ってるし、また新型コロナも第3波が来ている可能性もありますので、やっぱりここは受験日を、6月7月に、ね、変わる可能性っていうのもなきにしもあらずなので、想定範囲を広げておいてください。そしてオンラインでの受験っていうのももしかしたらできる可能性もありますよね。これだけオンラインのシステム化が進んでくると、本人確認とかがすごく難しかったり、また、あれですね、実際にカンニングをされないかっていうところで、ちょっとオンライン受験って難しいんですけど、もしかしたらやる可能性もあります。そして2つ目に、このね、受験の変化、思考力を問われる受験校がどんどん増えて、これからどんどん増えてきますので、従来の過去問だけでは難しくなってきている学校もたくさんあります。そしてさっき言った受験日ですね、受験日が夏になる可能性もあるっていう。そしたらこのね、受験生活が長引くんですね。ワオっていうとこですね。はい。で、そういうことも想定しておきましょう。で、そしてこれらに、ね、オンライン化が進むにつれて伴って家庭の教育が重要視されてきているんですね。文科省でね、各都道府県
教育委員会に送ったように家庭学習を促しているわけですよ。となると親の負担っていうのがどんどん増えてきます。これはちょっとね、参考までになんですけど、参考資料です。世界の教育としてミネルバ大学っていうところをご紹介したいと思います。アメリカにある2014年に創立された学校なんですけど、まだね6年なんですけど、ハーバード大学よりも入るのが難しいって言われる大人気校です。すごく特徴的で、まずキャンパスがない、大学の設備がないんですね。で、どうするかっていうと、4年間で世界各国7都市を巡りながら、各都市の寮生活で、その都市で勉強するオンライン授業、オンライン講義で、アクティブラーニングってことは、先生が授業を一方的に教えるのではなくって、生徒が主体となって、生徒同士が議論をし合いながら、テーマを決めて、で、授業が進んでいくようなアクティブラーニング形式で授業を進めてるんですね。そして20名以下の学生による少人数制クラスだったり、現地でボランティア活動やインターンシップがあったり、現地での生活、世界ですよ、世界7都市での生活を、しかも、国籍もバラバラですね。日本人、この子もね、合格されています。日本人もいたり、アジアとか、まあ、世界各国の人たち、子どもたち、生徒同士が交流し合いながら授業が進んでいって、その現地での、文化に触れる、仕事をするっていうところが特徴的です。そして授業料がしかもリーズナブルっていうのもいいですね。ハーバード大学だと、この価格のだいたい3、4倍っていうふうに言われています。アメリカはね、大学の授業料が高いんですね。っていうふうに、あと、新型コロナにのちょっと流行が始まってすぐ、早かったですね。アメリカとイギリスの大学はすぐにオンライン授業に切り替えました。日本は遅いですね。本当に。ただね、この機にどんどんオンライン化っていうのは、教育においてのオンライン化は進みます。すでにね、教科書もバーコードがついて、オンライン授業ができる、動画配信ができるような、教科書になってきています。ので、まず早く親も子供もオンライン授業になれるっていうことが、ちょっと求められるところなんですね。では、この2021年中学受験ママに必要とされる力って書いてありますけど、で実際に今、小学4年生、5年生も、ここはすごく重要となってくるので、気に留めておいてください。4つ、私から提案させていただきますと、まず1つ目は情報収集力ですね。まず、先を読みたいわけですよ。予測をしたい。先を予測しないと、わからないと、ちょっと想定範囲がわからない。想定外のことが起こるっていうところで、だけど、先を予測するにも、まあ、なかなか予測はできない事態ではあるんですけど、情報です。情報がないことには、先を予測ができない。なので、その情報収集力、そして、その情報が、合ってるのか間違ってるのかとか、情報収集したものをちゃんと整理、分類できる力ですね。ここが問われるわけです。で、ここがやっぱり弱いママさん、知らなかったとか、わからないことが多いと、不安にもつながってくるんですね。先予測ができないので。なので、この情報収集力が重要となってきます。そして二つ目っていうところが、想像力を働かせて、その想定力ですね、想定力。先予測をして、じゃあ、万が一こうなったらどうしようっていうところ。想定外のことが起こった時に、人間って慌てふためいたり不安になったりするんですね。なので、想定範囲を広げるっていうことを意識してください。そのためにも情報収集して、それを先予測して、想像力を働かせて、じゃあどうするっていうところ、想定力っていうところをつけていただくっていうことが大事となってきます。そして3つ目、対応力。じゃあ想定範囲っていうところを広げて、じ
さ広げたとしても想定範囲っていうところを広げて想定外っていうことができるだけないようにしたとしても、それでもやっぱり想定外のことって起こるんですね。中学受験は本番でえっていうことが、まさかっていうことが毎年起こってます。そこで柔軟性を持って対応できるかどうかが大きな鍵となってきます。慌てふためいて何もできないママさんと、柔軟性を持ってすぐ対応できるママさんでは、やっぱりここね、行動力に差がついてきます。これが子どもにも影響を与えていくんですね。で、このね、新型コロナにおいても柔軟性を持って対応できるお母さんだったら、私ね、ママカフェもオンラインでやってたり、またフォーブリス中学受験ママスクールも、対面、最初対面でやってたんですけど、渋谷とか横浜でやってたんですけど、できなくなったので緊急事態宣言が出てね、やはり、オンライン化に切り替えました。それですぐオンラインで講座を受けられる子、まあ、コーチング、子どものコーチングもやっています。子どものコーチングセッションもすぐオンラインでできること、やっぱりね、新型コロナが落ち着いてから、収束してから対面でママカフェに参加したいですとか、対面で授業、講座を受けたいですってね、先延ばしにしちゃうママさん、ここがやっぱりいらっしゃって、もう本当に分かれ目だなっていうところを感じました。すぐに対応できるお母さんと、やっぱり今だけ我慢して、これが終わったらってね、悠長なことを言ってるお母さんと、すごくここを本当ね、そんなこと言ってる場合じゃないですよっていうところなんですよ。実際に中学受験ママスクール の, お母さん、子どもたちはどんどん先に進んでいってるわけですよね。なので、しっかり皆さんもオンラインに慣れて、早くズームとか他のことでも、他のオンラインでもいいので、慣れてどんどん対応性を、対応力っていうところでつけて、行動力を広げていってほしいなと思います。そして4つ目、家庭学習のサポート力ですね。ここもすごく多いんですよ。今ね、文科省が進めているようにオンライン授業が進むってことは、結局ね、家庭学習を充実させてくださいって言ってるようなもんですよね。親がいかに指導力、子どもをやる気にさせたりとか、子どものスケジュール管理したりっていうね、この家庭学習のサポート力っていうところが問われてきます。はっきり言って大変です。こんなにやんなきゃいけないのってね、ちょっと大変だなって思われたかもしれませんが、中学受験はね、一人で背負い込まないことです。いいですか、お母さん、あなただけ一人が悩む必要はないんですよ。もう本当に家庭が一丸となって子供をサポートしていく。まあ、もちろんご主人にはご主人に入ってきてもらうんではなくて、ご主人は感情のコントロールができない人は、あまり子供のこのね、家庭学習サポート力っていうのは弱いと思うので、それだったら一回ちょっとどいといていただく、応援だけしていただくっていう風にやった方がいいし、またね、お母さん、皆さん、一人で背負い込まないでください。中学受験は他力本願で OK なんです。他力を上手に使うっていうことを意識してください。塾だったり、家庭教師の先生だったり、ママ友だったり、ご主人とか、親族だったり、お兄ちゃん、兄弟とか、また、ご両親、ね。中学受験ママさん、あなたを取り巻く人たちを、に協力してもらう。ママさんが全部やる必要はないんですよ。ね、安心してください。その、他力をうまく使うっていうことを考えていきましょう。ね、で、この親力なんですけど、中学受験を勝ち抜く子、ね、で、はっきり言ってね、この家庭学習をサポートする力っていうのはすごく大事なんですけど、中学受験はもう子ども一人では
本当に難しいです。成熟度の高い子はいいですよ。ただ成熟度が高い子であってもやっぱりサポートっていうのは必要です。だそれが親力なんですけど、まあ、自主性をまず育んでいきましょう。はっきり言って自分で行動して勉強できる子だったらこんなに大変なことはないんですよね。なのでお母さんは子供に勉強をやらせるっていうこともやりつつも子供自身が自主的に行動できるように、そこを育てるっていうこともちょっと意識してください。もちろんね、もう本当に私の、ご相談メールとかでも本当に子供が自主的にやってほしいっていう、もう切実な願いが届く、お悩みが届くんですけど、ただね、自主性を育てるっていうところはすぐにはできません。もちろん育てるってことは時間がかかるっていうことです。ただやらないよりかはやった方がいい。自主性を育てるように、自主性を育むような関わり合い方をしていく、声かけをしていく、ね、ここがすごく重要なポイントとなってきます。そして2つ目、自己肯定感ですね。自己肯定感、ちょっとその前に主体性について話しておきます。主体性ってよく言われますけど、自主性っていうのは自分で、行動する子、自分で考えて自分で決めて行動する子なんですけど、主体性がある子っていうのは周りの状況から判断して自分が今すべきことを考えて行動するっていうところです。主体性は自主性から生まれるってさ、育まれるっていうふうに言われています。まずは自主性を育てることです。でね、社会人になった時に新人とか、しじまちくんって結構いるんですね。しじまちくん。命令待ってる子。何やればいいんですかってね。いちいち上司に聞く子。もう使えないやつだって言われちゃうね。ああいう子っていうのは主体性がないんですよ。周り、今ね、今この状況で、今あなたがすべきことを考えて、行動できる子っていうのが今社会に求められてるんですね。で、この主体性を育むってまずは自主性なんですけど、周りの状況判断ができるっていうので、例えば自分のスケジュール見て、今日何々の会議がある、だから多分この資料が必要かもしれないって、状況で判断して、まあ言われてないけど一応この資料人数分コピーしとこうって言ってバーッとコピーしといて、で準備して臨んで、で会議に行って、上司がでそういう話になった時、資料自分用意してありますって言ってね、でバーッと配れるみたいな、この状況判断ですね。状況判断がすごく大事です。で自分でまずは自主性ですね。でこの自主性を育むっていうのは、まずはどうやるかなんですけど、いろいろあるんですけどね、いろいろやり方あるんですけど、まずはお母さんお父さんが命令をやめる、アドバイスをやめるっていうことです。命令しない、命令して指示するから命令を言われるまで待っちゃうんですよね。なのでまずは自主性を育みたいんであれば質問を投げかける、これからどうするとか、何時何分から何の勉強始めるのとかね。あなたは将来、どんな大人になりたいのとか。将来何がやりたいのとか。じゃあ、中学受験ね、どんな風にやっていきたいのとか。本人の意見をしっかり聞いて、じゃあ折り合いをつけないといけないんですね。ある程度ね、折り合いつけていくっていうのは大事。この実践を育むような関わり合い方をしていく。まずは指示命令が多い家庭はもう指示待ちくんになってきて、自主性っていうのはなかなか育ちませんので、命令とかアドバイスっていうところを減らしていく、いきなりやめるのではなくて減らしていくことですね。そして2つ目、自己肯定感。自己肯定感もすごく大事ですよね。自分のことが好き、自分を大切に扱っている、自己肯定感、自分に自信がある子、自分のことが好きな子、自分に丸をつけられる子、
根拠のない自信っていうのは、この自己肯定感が高い子は根拠のない自信があったりするんですね。で、自己肯定感が低いお母さんもいらっしゃるんですね。子供はね、自己肯定感高いのに、お母さんの方が自己肯定感低いっていうパターンもあります。やっぱり親の影響を与えていってしまうので、自己肯定感、お母さんも上げていくっていうことは大事ですよ。そして三つ目、ここが一番大事です。諦めない力。自主性がない子でも、うちの子もあんまりなかったですね。自主性がない子も、自己肯定感が低い子も、それでも最後はやっぱ諦めないことです。ね、私がこの2020年2月に中学受験された親子、お母さんからたくさんね、合格しましたっていうメッセージいただきました。その時にお子さんに何が勝因だと思いますかっていうふうに聞いてくださいってお願いしました。そしてね、子供たち、合格した子供たちに聞いてもらったんですけど、一番多かった意見が諦めなかった。僕は最後まで諦めなかった。私は最後まで諦めなかったから合格した。ね、そういうお子さんが多かったです。自信がなくても、自分から積極的に勉強できなくても、最後まで諦めないことです。そういう子が、この2021年の異例中の異例の中学受験も勝ち抜いていくと思います。はい。ではね、最後にこの心技体、この3つ。お父さん、お母さんが、受験に勝ち抜いていく子も、お父さんお母さんも、このね、心のサポートと技のサポート、体のサポートをしていくことと、子ども自身もどんなメンタルか、メンタルの強さだったり、また技、学力とかスキルですね。勉強だけしててもうまくいかないのは、心が折れている可能性もありますし、やる気がないっていう子もいるし、どんなにね、やる気があって勉強してても、技知らないと、解き方を知らないとうまくいかない。メンタルが強い子、自信がある子でも、そもそも、あ、こういう解き方知らなかったんだわね、やっぱ学力不足では勝ち抜いていけません。そして何より、体。そもそもインフルエンザで熱あります。新型コロナで肺炎で入院しましたってなってしまうと、受験できませんから。で、後半になればなるほど体力が必要となってきます。体力や体調管理っていうところがすごく重要。この3つのバランス。心、技、体。この3つのバランスがすごく重要となってくる。ところを覚えておいてください。だから勉強だけやらせてもうまくいかないときは、やっぱり眠いとかね、睡眠が足りない、ね、眠いとか体調が悪いっていう可能性もあるし、ね、やっぱそもそも心の問題、自己肯定感が低いとか、もうやる気がないとか、行きたい学校がない、ね、そういう心の問題がある子もいます。だからこの3つのバランスでサポートをしていってください。でもね、中学受験が終わっても子育ては続いていくんですよ。だから皆さんには気をつけてほしいのは、中学受験合格で終わった親子も、はっきり言って中学に入ってから、ね、合格したのに、せっかくね、合格したのに不登校になってしまう子もいるし、辞めちゃう子もいるんですよ。でも、その学校に行ってても、親子の絆がズタボロになって、子育てがうまくいかなくて悩んでるお母さん、思春期で、本格的な思春期が始まって、何も話してくれなくなる子供がね。で、不安でいっぱい。で、またガミガミ言って、どんどん不仲になってしまうっていうところ、ご家庭もたくさんあるんですね。中学受験っていうのは先を見据えて、子育ての通過点でしかないのでね。なので、この中学受験が終わっても子育ては続くので、その後の子育てに続くような中学受験にしていってほしいなと思います。そして子供の自立。自立ってね、今じゃないですよ。自立は、経済的な自立はもう社会人ですよね。
精神的な自立も、まあ、大学生ぐらい、まあ、そういうところまでまだまだ先、今じゃないっていうことをね、覚えておいてください。子どもの自立に向けてママも成長していきましょう。いくら声かけがしても響かない時がありますよね。で、石田勝則先生もこういうね、魔法の会話、親子の合格する魔法の会話っていうのを出してる、ね、声かけの本なんて山ほど出てるんですね。だけどうまくいかないっていうのは、親子の信頼関係が良くなかったり、コミュニケーションがうまくなかったり、そこが良くないと結局声かけしても響いていかないんですね。でもそもそもです。そもそもお母さん自身が不安でいっぱい、心に ゆとりがない、心のゆとりがない、自己肯定感が低くて自分に自信がない、不安とか焦り、心配から声かけしてしまっているっていう場合は、まずはやっぱりお母さん自身の心の安定が子どもの心の安定にもつながっていきます。声かけにもそれが変わってくるんですね。なのでこの土台が大事。お母さん自身の心を安定させて、感情をうまくコントロールして、自己肯定感、自分の子育てにしっかり自信を持つことです。自分の子育てを楽しむことです、ね、まずはそこから。そうしていくと親子の信頼関係、コミュニケーションが良くなって、どんどん信頼関係も今もあるんですよ。今も信頼関係はあるんですけど、もっと固くなる、きつくなる、手と手を握り合うような心と心からの信頼関係がどんどん強まってくるんですね。そうなってくると声かけってね、あんまり必要ないんですよ。本読まなくてもできるようになっちゃうんですよ。まずはお母さん自身、皆さんの心の安定させるように、心にゆとりを持って過ごしていきましょう。またママカフェや中学受験ママスクールフォーブリスでは、そういうね、声かけも勉強するし、感情のコントロールっていうところもお話ししていってます。あと最後に、この家庭学習モチベーションアップの秘訣っていうオンラインセミナーを、今度の5月26、6月2日、6月9日と3回連続で開催します。もしかすると6月にはコロナ収束しているかもしれないんですけど、まあ、万一想定しましてオンラインのみで今回はさせていただきます。その代わり動画視聴もできるようになっております。3人の先生ですね、つながるキッチン代表の、受験フードアドバイザー中原舞子先生からは、3食お家だからこそ知っておきたい免疫力アップと育農栄養の秘密。やはりね、体を作る免疫力アップっていうのは、これから長い戦いになる、コロナとは長い戦いになるしね、インフルエンザの対策にもなるので、ぜひ聞いておいていただきたいお話ですね。私からはコロナ不安に勝つママ感情のコントロール法っていうところをお話ししていきたいと思います。そして、6月2日は神谷先生アトリエ南風アトリエ南風を代表しております公認心理師の神谷先生、子どもとママのストレスチェックですね。ストレスってはっきり言って目に見えないので、溜まってるかどうかって分かんないんですよ。なんかイライラするとかね。でしかも子ども小学生の子は自分がストレスを感じていることすら気づいてないこともよくある話です。なので、まずストレスっていうところをチェックする項目があるんですね。ストレスを見える化する、そして皆さんがとか子どもがどこにストレスが出やすいか、早くストレスを見つけて早くストレスを発散させるっていうことが重要になってきます。突然切れるっていうのはストレスが溜まっていることに気づいてないんです、ね、あと私からは、自信とやる気を高める子どもへの声かけっていうところを講座でお話ししていきたいと思います。そして、6月9日第3回ではいよいよ石田勝則先生が登場しまして、緊急お悩み相談会、石田先生に直接質問できる
し、お悩み相談ができる会です。ぜひ何でも答えてくださるので、ぜひご参加ください。そして私からは、志望校選びですね。志望校とか塾とか家庭教師の選び方についてお話ししたいと思います。これは、今ね、早割りでお申し込み受付しておりますので、ぜひご参加ください。ブログからお申し込みができます。また、ホームページができましたら、またブログや公式 LINE、公式メルマガからご案内したいと思います。今日はありがとうございました。では、これで終了したいと思います。また、中学受験ママスクールやママカフェにご参加くださいますよう。ありがとうございました。よろしくお願いします。失礼いたします。